あぶねえ、間に合った。ギリギリだね。めっちゃギリギリじゃないですか。じゃあね、タイトルコールをね、タイトルコールいきますか。わかる？わかんないです。なんて言ったらざっくりハチミツ。あー、いやです。せーの、ざっくりハチミツ。違いない。俺がね、叱られたらそうなっちゃうからね。あ、機会いいですね。今日はね、はい、なんとね、新しく入ったソータくんが初めてニコ生に出ます。はい、はじめまして。あ、自己紹介の方をテンション低いなってやるじゃないですか。テンション低いかな。はい、いつもこんな感じだからね。うん、あ、そうなんですか。いいよ、無視を。はい、そう、改めて、1月の初めからイリーで働かせていただいているソータって言います。おわっ。イケメン。そう、イケメンのね、人が入ってくれて嬉しい限りで。はい、はい、くらって言われてる。俺そんなわーちゃわちゃする方じゃないからね。背景は明るいなんて。はい、いいじゃん。ギャップよ、ギャップ。俺の髪の毛も明るいからね。ギャップ、ギャップ。そう、なんかね、なんかあれなのよ。ね、さっき部屋飯してる時に面白い診断があるみたいの聞いてやろうかなと思ってて。面白い診断。そう、でも名前はなんて診断のやつか忘れちゃって。忘れたんですか。忘れちゃった。で、それ今ここで2人でやろうかなと思ったんで。ああ、はいはいはい、はい、リなんだっけな、なごめん、やっぱ思い出せないわ。やめた。テンション上げて。やめるんすか。うん、やめた。やめるんすか。じゃあね、そうちゃんね、初めてだからね、はい、なんか、そうちゃんにね、なんすか、喋ってもらおうかな。いや、僕任せていくんですか。なるほど、なるほど、そういうことですか。そう、いけいけ。え、これ、あませ丸投げかって。丸投げじゃないですか、バッチシ。いや、丸投げだね、完全に。まあ、そうなんですよね。そう、はい。え、もうこれ、これ見てる人って普通にニコ生を。そう、あ、そうそう、言われてますよ、レオさん。だいぶ何レオ頑張ってるから。レオいつものテンションどこ行ったの。いつもこんな感じじゃない。わかんない。え、何回目ですかこれ。いや、もう一番出てる。じゃあもうちょっと頑張って。一番出てる。僕初めてなんですから、ちょっとニコ生一番出てるね。そう、なんか前、ちょっと前にニコ生誰がこう一番出てんのかなみたいなのを調べた時に俺が一番出てて。そう、10何回だっけ、16回前。そんな出てんすか。いや、そう、一番出てたね。そう。そうなんて言われてますね。そうよ、そうなん、二日酔い。俺全然お酒飲まないから二日酔いになんないんじゃない。てか二日酔いにはなったことがない。お、確かに、あんま知らない。確かに、あんま知らないよね。入っていくやつだから。ねえ、結果何なんですか。まあ、なんかいろいろあるのよ。なんか、もっとね、ちゃんとこう、ニコ生でやること考えてね、あれしたらこういうのとかも使えてね。ああ、そうなんですか。そうそう、できるんだけど、基本
うちらってこうみんなフリートークでやってるから、そう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 、何も、そう、何も考えてきてんの、何も考えてないよ、毎回毎回何も考えてきてないし、今日に至ってはさっき知ったから、はい、ニコ生みたいな、はい、そうそう、だからテンションも変わる、そうっすよねがっつり朝のテンション、基本俺テンション低いから、そうだね、そうそう、寝起き寝起き、いつも雑談、いつも雑談なんすか、いつも雑談よいつもこんな感じよ、もうそう、だから、なんか好きなこと喋って、そんな丸投げするんすかそんなに丸投げ、なるほど、なんか、ねえ、あ、僕はこういう人ですよ、みたいなあ、自己紹介、自己紹介的なやつ、そう、自己紹介的な、あ、好きな、好きなこと好きなことっすか、え、ぶっちゃけ伊沢さん趣味あるんですか、俺趣味、はい、なー、趣味か、うん、ギャンブルぐらい、ギャンブル、ギャンブル、ギャンブルぐらいしかないからね、言うてもね、さっきしました、さっきした、もう一回したっていいじゃない、あのスロット、競馬、競馬、負けた、あ、全部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 基本的に全部ですか、基本的に全部で、マジやんないでしょ、ギャンブル、いや、やんないっすね、ギャンブルやんないよね、じゃあもう話合わないわこの話やめちゃおう、いや、お前、じゃあスロットならちょっと疑いますよあ、スロットならな、はい、いや、まあギャンブルなんてやっぱやるもんじゃないよね、いや、まあまあ、それは、うん、確かに、そう、ろくなことにもなる、何が一番好きなのって言って、ギャンブルで一番好きなもの、沼って、それ開示じゃないですか、あーおあー、なんかしんびりしてんな、しんびりしてんな、耐えたー、耐えたー、耐えたー、しんびりしてんな、ちょっと王様来た、チョコレートのあれ、あの急に出てすごい人来たみたいなオーラ渡さない、超新人なんで、来た来た、超新人なんで、助かったー、あー頼む、助かりました、レオさんめっちゃ丸投げするんですよ、僕めっちゃ丸投げするんですよ、喋って言ったから、いや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 、やったー、危なかった、どうしよう、お前出たがりなだけなんやけど、何の話してたの、いいこと、いや普通に雑談、何も考えてきてなかったんで、それなんか今趣味みたいな話してて、とりあえず何やろ、ファーってしらけてるから、どうぞしこる、3P する、3P、 3P しよっか、やろうか、もうやることないし、ね、3P しよっか、 3P しよっか、よいしょ、よいしょ、やっぱね、いきなり喋る、倫理おはようだ、いや俺これ本当はね、毎回毎回出たいんやけど、なんかあんまシャシャッとあかんかなと思って、今日チャンスやと思って、実は、いや、いいよ、出ない、実は、実はやけど、本当はもう一人出るってなってたんですけど、あの、まあ急にダメになっちゃって、そう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 、急にダメになっちゃったんで、で、それを見て、あ、これはもう俺が行くしかないなとただの出たがりなんやけど、そう、いいこと、いいこと、そういうこと、そういうこと、ちょっと乗ってきたね、いや、このコメントちょっと少なくないですか、いつも思うけど、レオさん、いや、少ないんやね、この前も見たけど、俺が出たやつが先月のやつにあるんですけど、あー、少なかった、そうそうそう、だから再生回数がもう2週間、1回2週間ぐらい経ってるんやけど、うん、200ぐらいしかなくて、あ、まあ、そのうちの30ぐらい僕なんで30ぐらい、そうだから170ぐらいしか見てないってことやから30ぐらいリーサーしてます、すごいな、それ、まあね、なんだろう、そうそう、龍馬さんとか、龍馬さんが出るときはね、すごい、なんかやっぱ、あー、やっぱ、いや、もうそれはね、それは上がりましょう、そうそうそう、ね、上がるんだけどね、やっぱ需要がない需要がない、それはもう、それは俺もそうやけど、俺でもこれ思うんですけど、うん、あの、もうおしゃべりの練習やなと思って来てるから、あー、そうそうそう、おしゃべりの練習やなと思って来てるから、ここでだって喋られへんかったらと思ってるんで、おー、じゃあなんかコアな話しようか、え、コアな話、ソータも紹介は、あー、もうさっきしましたね、あー、もう、はい、あ、新人ですみたいな、そうそうそう、新人です、もうそれ以外なくなっちゃったから喋ることほんまに、何も分かんないんだけど丸金そうなんですよね、丸金って、丸投げ的な丸投げ、丸投げです、あ、ね、ちょっとね、俺、え、逆になんか質問的なのないんですかね、女の子は、今日コメント拾う、でも俺ね、あんまここのコメントの書く人ってな、あんまりな、なんかこう身内もあるし、なんかいいことなくない、なんかセンス、センスないっていうか、センスある人がね、結構あれしてくれたら、左、あ、このね、左の人、あ、前が出るよ、え、こっちじゃないですか、喋ってたんだろうが、いや、どうせバレンタインの話とかしてたんでしょ、ああ、言われました、チョコもらったっていう、え、レオスさん何個ぐらいもらいました、俺何個ぐらいもらったんだろう、あ、こう、入りに来てくれた
人分みたいな、女の子からの分以外はもらってないかな。あーね、じゃあまあとりあえず似てるって言われるとね、嬉しいけど嬉しいけど、あと関西弁なだけやろ。そ好きなお酒、好きなお酒、いやでもなんだろう、カクテル、チョコの話終わったっていういやいや、ちょっとコメント、ちょっとコメント拾ったらいいチョコの話終わった。じゃあコメント拾うのいいけどな、このコメント拾ったらすごわんねん話じゃあそれ本もすごいね、このコメント、こっちも側もあるけど、なんかこっちのコメント側にもちょっと俺な、あ、なんかあんま拾うとこっちが自爆しちゃうから。あそうそうそう、チョコの話か、どうしようかな、なんかお題しよっか。俺なんか今さっき部屋飯やから考えてたんやけど、もう全然今日なんか頭回らんくて決まってんのかな決まってんのかな、頭ふわふわする。決まってるね、完全に、うん、多分決まってるよね。そろそろ寒くなる頃じゃない？寒くなる、もう終わる頃じゃないっす、逆に。もうまだ2月、もう2月ですよね。違う、そういうことじゃないから。え、違うっすか、そういうことじゃないよ、冷やっこくなるんよ、冷やっこくなる基本的に、基本的にレオさん MC して、俺 MC 側じゃないから、あのレオさんが MC してくれて、俺がもうそれにバン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 言っていくから、とりあえずそっちの方がいい。俺が MC したらもうなんかね、まあ、あの何、司会者向きじゃないから。俺司会者向きじゃないの？司会者向きじゃないから。うそ、じゃあ俺がこうなんかポン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 、そうそう、お題言ってくれたら俺それにバンバン、あいいっすね、そっちの方が俺は光るかな。俺がそうだね、じゃあ次なんかあったかな、じゃあホワイトデーが次あるからね。はいはいはい、そうそう、あーホワイトデー、そう、お返し的なものをね、やっぱ2人とももらってると思うからね、こう考えてあるの、なんかお返しか、ホワイトデーですよね。お返しか、俺でも考えてないな。どうしようかな。まあこれ、うん、ちょっと待ってよ。これ多分な、コメントがもう身内っぽいね。今回。コメントが身内っぽいねな。どれ？え、もう大体大体。あ、大体。大体大体。でも見てくれる人は絶対おるから。ああ。そうそうそう。身内だね。身内ってやっぱ俺らのこと知ってることや。でも知らん人も前見てくれてるの。この前、なんか LINE 来て。そうそう、LINE 来て、で3つも見てますよみたいな感じでいろいろなんかしてくれて、なんかすごい、ああ嬉しいなみたいな感じで思ってて、なんやろうな、それは、ね、うん、なでも結局店にも来えへんから、あもうクソ野郎やなと思ってそう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 、基本的に俺がこれに出る理由は1つか2つぐらいあるんやけど、これ出る理由はやっぱり俺はリンっていうやつはここにいるよっていうのを、うん、そう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 、ためにしてるけど、まあ、これで来た試しが俺今のところないんよね。ニコ生の人には申し訳ないけど、スタッフさん一生懸命やってくれてて申し訳ないけど、これで来たってことがないから。確かにね、ニコ生見てきたっていうのは今まで、うーん、ないかもね。そうそうそう、ね、ケビン、これ知ってる人いるんですか？いや、なんかちょいちょい、いや見てくれてる人は絶対おるで、あ絶対おんねんけど、いるっぽいんだけどね。そう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 、そうやね。そうだって、なんか高校生の時モテたっぽいよな。バレンタインの話ばっかりになっちゃうけど。いやでも僕高校の頃とか全くチョコもらえませんでしたね。そのホスト入ったとか、ホストやった理由とかも、僕最初女の子が苦手だったんで、その女の子と、うん、その話して、その女の子の仲良くなりたいっていうちょっとやましい気持ちがあって、スケベだな。やましい気持ちしかないよね。いや間違いない、すごいスケベやん。へ、なるほどね。逆に最初ホストなんで始めたんですか？俺？はい。いや俺はもともとその地元新潟なんだけど、新潟でキャバクラのボーイやろうと思ったら、ホストに系列のホストに回されたっていう。最初なんかそんなちょっとそんなことがあったんですか？自分の意思でホスト始めたわけじゃない。ああそうなんですね。そうそうそう、へえ。りんちゃんは？俺っすか？うん、だから何回も言うけど、全ての女の子を笑顔にするためにこうやって。おおさすが、やっぱ最後のもっと最後やっぱり、最後やっぱり決めてくれた、決めた方がよかったですね。よいしょっすよいしょ、ほらみんなもうほらすごいいい反応グイだわ。グイ、水グイやな。水グイ、ね、そうやね。そうね、まあね、ホスト始めね、理由はね、結構そう、来先月からメディア解禁になったから、嬉しいことだ、嬉しいことだらけだな、本当に。
うん、あ、俺がね、グイグイメディア出たいですね、それも。そうそうそう、メディア解禁あったらこういうのも出れるし、パネル、パネルじゃないわ、こっちでは洗剤っていうか、洗剤も出れるようになったし。ああ、はいはい、そう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 、いや、大きいよね、洗剤とか乗れるっていうのはね、やっぱり。そうっすよね、うん、洗剤、そうそうそう、メディアか解禁解禁、そしてこう、破滅破滅破滅いや、ほんまにね、今の時代ね、やっぱね、メディア使っていかないとね、なかなか大変だね。そうオールスターズとか、あ、とりあえず俺このタイミングを待ってて、あ、俺やっていいですか、おいおい、あ、俺やっていいですか、あの、ちょっととりあえず俺来たばっかりで、ちょっと走って息も上がってて、ちょっとあれ落ち着くんで、一回締めいきましょう、ドン。先輩なんだ、どうしても降りたいんです。でも、なかなかうまくいかなくて。お前ら、ロミジュリのシステム知ってるか、だから、頑張れば売れるんだ。絶対やります、一生ついてきます。お前らやっぱりロミジュリだな。よいしょ、ソータ見てる？あ、そうだ、いや、僕います、僕います普通に普通にいますよ。ソータはさ、入ったばっかりじゃん、はい、こう今こう、仲いい先輩とかさ、この人いいなと思う人ってあ、先輩、先輩でですか？そう、あー、なるほど、先輩で、先輩で一番新人なわけじゃん、やっぱり、はい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 、いや、でももう、なんていうんですか、先輩、まあ、僕からしたらみんな先輩なんですけど、まあ、みんなやっぱ仲良くしてくれるんで、平等に。あらあら、じゃあ一番嫌いな人は？あー、一番嫌いな人、ちょっとこいつやばいなみたいな、やっぱレオさんですか？あ、やっぱり？ちゃうわもう、うわもう、そこ同じタイミングで水飲む。あー、やっぱあれよ、そこはちゃんと実名出して誰か言ってもらわないと。なんか、え、部活してた人いる？ああ、してました、してました、してました。俺部活はしてたよ。何、何部と誰部？え、高校の頃ですか？いや、もう何でもいいな、一番打ち込んだって言うんですか？ああ、でも一番打ち込んだバドミントン、うん、あ、一緒、え、一緒なの？俺全国プレイヤーやで。え、マジっすか？全国プレイヤー、全国プレイヤー、うわえ、マジで、やばやば、バドミントン、全国プレイヤーすごすぎて、ちょっと結構マイナーじゃない？あ、マイナー、マイナー、マイナー、まあまあまあ、そうっすけど、マイナー、マイナー、いや、バドミント楽しいっすよ、普通に。え、や、やば、マジで、はい、しかも、年も3つちゃいやん、はい、3つちゃいとかちゃうからちゃうか、俺の年バレるわ。え、全国って何？俺35歳なんバレる。35歳だし、あ、危ない危ない危ない、そしたらソータも結構年いってるけどね。そうっすね、僕33なんで。これでも本当にバドミントン部全国プレイヤーってどういうこととか俺めっちゃ聞かれるんやけど、はい、これほんまに新聞とか載ってたから、ね、俺その自分の高校3年間だけ違う大阪じゃないとこってんけど、はいはいはい、普通に俺テレビとか出てたからね。お、マジっすか？地元の、そうっす、なんかそういう、見たことある、新学校で勉強しかできひん学校で、唯一弓道と薙刀が強い、あ、学校やったんで、はい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 、そこから運動部で全国選手が来るっていうのが、そう、なくて、そう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 、地元のタウン誌みたいなやつに、だからこの前あのインカジで捕まったピッタさんって分かる、バドミントン2人のね、あー、いましたね、あー、いました、いました、片っぽ普通に俺対決してたからね。マジっすか？これマジでしてた、してた、すごい、すごい人が今やってた、してた、してたね、すごいよね、それは。そうそう、だからその人とかなんやろ、高校じゃなくて、高校卒業して、まあ、なんか俺のルーツになっちゃうんやけど、いい自慢話とかみたいになるから、最後、最後じゃあなんか落とそうかな。で、まあとりあえずそのスポーツ得意で、で、大学行って途中でやめてホストしたのね、俺。あー、そうそう、ホストして、で、最初金ないの、死ぬほど
最初もらった給料3日で使っちゃって3日で使っちゃって、で、あの食い逃げしばっかしてて食い逃げ食い逃げばっかしてて、スラム街、ね、足クソ速いから、そうそう足の問題っすか、足クソ速い、足の問題なんですか、鍛え上げられてるからね、バドミントンで、そうそうそう、だからそうそうそう、あの全国全国じゃねえ、そのあ俺に足で叶うやつなんていい、そんじゃそこらのやつにはか負けへんやろみたいな感じで、うわー逃げて、そうそう、それをホストじゃなくてそういうとこに行かしたっていうね、ホストで足払わせる、ホストで足払わせる、ホストで足払わせる、難しいからね、そう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 、すごいね、じゃあもうほんまスラム街やみたいなところで育ったから、なかなかね、育ちがすごそうじゃないかな、スラム街、そうそう、フィリピンのスラム街で育ったから、バリバリ日本人じゃないですか、本物よ、フィリピンのスラム街で育ったから、そうちゃんはどういうところで暮らしてたの？僕っすか、うん、で僕は、台湾の、え、マジで、いや、冗談っすよ、何その真実ですか、ワンチャンありえそうだからね近いし、そんなに台湾で食い逃げしてたの、そうどうせ天津とかでしょ、そうっすね、じゃあ本物出されてもね、分かんないからね、熱々熱々って言いながら盗んだほうがいいよ、熱々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 路上にぶん投げるんでしょそうそうそう、すごいね、やば、バドミントンつながりをニコ生で知るってやばいね、え、そうっすね、やば、バドミントンつながりってめったにない、バドミントンって言ったら、そう、言いたくないよね、いや、ほんま言いたくないね、だいたいサッカーとかバスケとか、ね、バスケとかでしょって、で、しかも多分ソータってちょっとこういう感じやから、多分サッカーっぽい、なんかイケメンで、よく言われるっすね、そうそう、ぽいけど、でもバドミントンって言いたくないよ、あー、言いたくないっすね、なんか、そう、バドミントンっぽいけどねって言われて、ぽくないやろ、いや、でも逆に、俺、中学校とか高校1年生ぐらいの頃めっちゃブサイクで、なんか、そう、高2からすごいイメチェンし始めて、そのなんか髪の毛とかセットし始めてとかあるんですけど、あ、そうだ、パーツいいと思うねんけどな、いや、もう整形、いやいやいや、整形ですね、もう整形、300万ぐらいかけてます、あ、マジ、え、冗談っす、冗談っす、台湾で、いやいや、台湾でちょっと台湾いじってきました、俺も整形、やっぱ台湾安いんで、俺も整形してるからね、あ、そうなんですか、俺、目最初生まれた時こんぐらいあったから、あ、ちっちゃくして、ちっちゃくして、こんぐらいあったから、ちっちゃくして、そんな生き物バイオハザードみたいな、間違いですね、青鬼ぐらいよ、そうそう、こんなやったから、あ、ちょっとみんな朝なと思って、この目にしたそうそうそう、逆に何と何の子がそんだけでかい目になる、親が気になる、いや、なんかいないっすよね、やっぱり、あ、でもリアルにやけど、俺本当に整形してないの、やるにほんましないんで、俺今日、でも今年はめっちゃしまくろうと思ってんの、どこいじりたいの、目と鼻、もうもしそれ聞かれた時に目と口と鼻と耳ですみたいな感じで全部ブワーって生やして、耳やるんすか、目と鼻と口ですみたいな、そうそうそう、ビッグバンの歌であったよね、そんなやつ、あったっすか、あとあとタイトルで目鼻耳口みたいな、そんなやつあるよ、やるにしましょう、まあでもね、これすごい真面目に受け答えしてくれてる人がおるからね、申し訳なくから言うんやけどね、本当に俺ここにおるキャラってみんな違くて、な、店でおったらね、ソータはね、すごい、おしゃべりやし、レオさんはね、暴れまくってね暴れまくってなんかね、ま、ガラス割ったり、ガラス割ったりしてねーよ、レオさんなんかもこのどんな不良よ、ドロップキックしてました、ハチミツさんにドロップキックしたって、なんかレオさん、女の子に、女の子に、あ、女の子にドロップキックする、やばいでしょ、で、俺も不良やん、俺もあれやからね、あんまほんまこれいつもこれ出るたんびに言ってるんやけど、なんやろうね、まあ一回俺の横に来てみたらすごい、いい子なんだよっていうか、いい子なんだよっていうか、ときめかしてあげるよっていうこと、はい、みんないいね、いいね、こんな喋る変な関西人やろと思ってるほんまにこれ、それはこれを見てるだけの、座ってるだけのリスナーの人たちに向けての俺なんで、はい、横に来たら違う俺が見えるんで、まあそこは、まあ要はそんなしみりした話どうでもよしみりした話どうでもよ、いやまあね、そこはね、隣にね、うん、行ってみるしかないからね、やっぱそうそうそう、わざわざフィリピンのスラム街から来たからね、そこまで引っ張るんすか、あー、なるほど、それは空も笑顔にするために日本の女の子たちをね、
笑顔にするためにわざわざスラム街からやってきてるから、そう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 、わざわざね、かっこいいですね。そうそうそう、そっちの国の人たちを笑顔にさせる日本を選ぶってことね。そうそう、なんか今日まとまりなかったな、1分前ってなっちゃったな。どうする、最後にやっぱサンピースするしこる、どうする。あー、みんなしこりましょうよ、やっぱりしこる、やっぱそういうところ出していくことの、そっちの方がいい、そっちが早いよ、俺1分で2回いけろ。めっちゃ騒動じゃないですか。1分で2回いける、全然いけるでしょ。ちょっとまとまりなかった申し訳なかったんやけど、でもまあ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 、俺まあこれも練習やからな、いいことを作るためには俺何回も滑りまくらなあかんって思うから。でしかも俺前回出た時にこれがなんかコメント数が何倍やったっけな、200ちょいやったので、今300とかやから徐々に上がっていくと思うから、そうそう、また出たいなやかってことで、そうみたいな。で最後に告知なんですけど、21日火曜日か、火曜日に後出しバレンタインイベントってやつを、はい、バレたい、はい、みんな来てね。あの俺チョコで死ねるんやったらホームやと思ってるんで、また見てください。バイバイ、ザクルハチミツドン。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。